やばいやばい。いや、やばいって。迷走。危ない。ひぃー。これやばい。これが絶対やばい。これ避けらんないじゃん。こんなの。よーし、倒したー。なんか手に入ったぞ。なんとヘルバトラーのモンスターコインを手に入れた。威力のある爆発の呪文を駆使し、体力が尽きるまで戦ってくれる。これいいじゃん。いや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 。戦いが激しい激しい。こいつは？マデュライト。へぇー。だ、これ回復しないとやばいな。うん。よし。でも、ここではないのかな？ここだけだと、行き止まりだもんね。やっぱさっきの真ん中の道どっか行かなくちゃいけないのかな？あれ？ここはさっき通ったような。戻されちまったのか？しかし、先に通じる道もなかったような。ひょっとして、落ちる場所を変えれば。なるほどね。落ちる場所を変えればいいんじゃないかということか。いや、難しいな。ここら辺はもうガン無視して、いや、どこだろうな。これ落ちる場所って言っても難しいぞ。あそこも違う。こっちとかは？お、なんか来たぞ。これそうでしょ、絶対。扉が開いた。なるほど。ん？こっちかな。お、なんか来ましたよ。ん？なんだ？え、違うのかな？いや、ここどう見ても怪しいと思うんだけど。なんか違うっぽいな。何も出てないもんね。わからない。謎が多すぎる。これは開けて、さらに上とか。あ、なんか怪しいね、こっち。あ、なんか怪しい怪しい。あ、もうかなり怪しいぞ。おお、ちょうど良いところにお力を拝借して、拝借できないでしょうか。名手様があんなことになってしまい、いても立ってもいられず、相棒と二人でここまでやってきたのですが、一階の扉を開く装置のありかを知っている相棒が、
ちょっと目を離した隙に、なんと5人に増えてしまったのです。そんなことある？いや、そんなことないでしょ、絶対。5人の相棒は、それぞれ違うことを言っているのですが、私には誰が本物の相棒なのかわかりません。そこで5人の兵士と話して、装置のある部屋への扉を見極めていただけないでしょうか。本当のことを言っているのは相棒だけのはず。他の兵士は嘘をついているように違いありません。なるほど、謎解きですか。ちょっと待って、紙をね。よし、オッケー。んで、話をね、一人ずつね、紐解いていきましょうかね。まずは、一番右の人ね。開門装置は私の正面の扉の先にあります。どうか私を信じてください。ちょっと待ってよ。これじゃ足りないな。紙。よし、これで OK だ。よし、いいぞ。1、2、3、4、5で、で、1の人は、私の正面の、扉の先にあります。1の人は、こいつの正面だから、まあ、左側の扉だよね。OK。で、こいつはこの扉の先に開門装置があります。お願いです。どうか私を信じてください。この扉の先ってことは、自分の守っている扉が、まあ、正しいと。なんで、2の人は自分の、ここね、ここを、開けろと言っている。こいつは私から見て右隣の兵士は魔物が化けた兵士です。お願いです。どうか私を信じてください。右隣の兵士。3番目の人は、4番目の人が偽物だと。はい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 。で、こいつは？この扉の先に開門装置はありません。開門装置は、私の正面の先にあります。どうか私を信じてください。つまり、こいつは、また2番の。まあ、2の扉だと言っているぞ。で、こいつは？私の正面の兵士が本当のことを言っています。お願いです。どうか私を信じてください。5の人は、5の人は、こいつの扉。ん？5の人は、最初の人を信じてるってことなんで、で、最初の人は、こいつの後ろの扉に開門装置があると。これ難しいぞ。だってこいつの正面ってことは、こいつの正しいとこだよね。
私の正面先にあるどうか私を信じてください。こいつはさっきのやつを信じててこの後ろにあると言ってるし、こいつは2番だと言ってる。こいつはこの後ろにあると言ってる。で、この人は、私から見て緑の兵は魔物が化けた兵士です。お願いです。どうか私を信じてください。こいつは、こいつが偽物だと言っている。偽物だと言ってるけど、こいつはここの扉だって言ってんだよね。で、こいつ自身もこの後ろが扉だと言っている。つまり2人にまあ一致したところが、うん、こいつはこの先の扉でしょ。で、こいつはさっきのやつが信じてるって言ってるから、つまりここの扉が、ここの扉が濃厚だってことだよね。ここの扉、さてどっちだ。これだけじゃわからないな。これもっと絞れんのか。仮に一人が偽物だと考えればいいのか。仮に右側の人が偽物だとしよう。ってことは1の人はまあ5の、これが偽物だとしたら、まあ、正面のことを言ってるっていうのが嘘になるよな。で、2の人が嘘だとして、まあ、2の人が嘘ついてて、いやーでもなー、多分2か5だとは間違いないんだけどね。どこだろう。こいつはここだと言ってるんだよね。こいつはここだと言ってるし、あいつはここだと言ってる。ここじゃないか？はい。マネマネマネ、引っかかったマネね。ざまあ見るマネ。全然ダメやないかい。嘘だろ。うわあ。この罠が。ってことは5番ってこと？いやいやいや、これ敵多すぎる。ちょっといや、ちょっとやばいやばい。なんとブラックチャックのモンスターコインを手に入れた。なるほどね。オーケー。ちょっとやばいって。これはミミック？あ、アイテムだ。いや、なんだよ、それ。ちょっとやばいから、ほんとに。これ、ザラキとかちょっと鬼すぎるからね。もう使うしかないでしょ、こんなの。みんなまとめて一掃したいから、ここら辺でちょっとずれたかな。ジゴスパーク、
いや、なんかめっちゃずれたな。いや、これしかも強いかな、こいつら。いや、やばい。お、またランプのマジネタ。よしよしよし、こいつ使ってみようか。よし、オッケー、決まったわね。え、マジで？ちょっと待ってよ、なんで丸ボタン押したのにそうなるの？いや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 、ちょっと聞いてないよこれは。いや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 、いや、これはちょっとひどいわ。あれ、どこまで行ったんだっけ。あ、ここに行って、で、ここだったんだよね。で、この上に上がっていって、っていうかね、だいぶね、長くなってしまったので、一旦この辺でね、区切りたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。